ご乗車ありがとうございます。この電車は6時3分発、京都まで快速、京都から普通電車となります。米原方面、長浜行きです。大阪を出ますと、新大阪、茨城、高槻、長岡京、京都、京都から各駅に停まります。3分の発車でございます。まもなく発車いたします。となります。米原方面、長浜行きです。新大阪、茨城、高槻、長岡京、京都、京都から終点長浜まで各駅に停まります。車内は全車禁煙でございます。車内禁煙にご協力お願いいたします。お手洗いは一番後ろの車両にございます。車掌早瀬です。終点長浜までご案内いたします。お客様にお願いいたします。車内でいらなくなりました新聞雑誌空き缶空き瓶等は置いた際駅皿屋付けのくず物入れに押してくださいますようお願いいたします。また携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますよう控えめにお願いいたします。お知らせいたします。 JR 西日本では明日11月29日に新幹線を中心としたダイヤ改正を実施します。新型新幹線500系のぞみが新大阪から博多方面へ1日4往復に拡大するほか、東京方面へも1日3往復が初めて乗り入れ、直通列車は博多・東京間を4時間台で結びます。詳しくは駅のパンフレットをご覧ください。